ここか。セリア先生、プレートの文字が読めないの？あ、すみません、読めないもので。リオ、個別指導の件で伺ったのですが。よく来てくれたわ、待っていたのよ。うん、絶対忘れてたなこれ。じゃあ中に入って。はい、失礼します。今ちょっとだけ散らかってるんだけど。はあ、普段はもっと整理されているのよ。待ってて、今スペース作るから。難しそうな本がたくさんあるんですね。それ先生すごく若そうなのに。え、ああ、うん、私まだ12歳だし。え、本当なら初等部に通っているんだろうけど、飛び級で高等部も卒業しちゃったの。優秀なんですね。まあね